近すぎて見えない。ご乗車くださいましてありがとうございました。まもなく終点、幕末の歴史と京の文化が今も生きる城下町、会津若松に到着いたします。会津若松市のシンボルである鶴ヶ城は、国内唯一の赤瓦の天守閣で、幕末当時の美しいお城を見ることができます。また福島県屈指の観光地でもある会津若松市は、昔懐かしい土蔵造りの蔵や大正ロマンの面影を残す町並みが広がり、見どころは満載です。会津若松駅からのご移動、観光は町中周遊バス赤線と会津さんをご利用いただくと便利です。詳しくは会津若松駅係員、または観光案内所にお尋ねください。この列車は2番線に到着いたします。お出口右側です。会津若松駅からのお乗り換えをご案内いたします。磐越西線磐梯町稲葉城方面、快速会津4号郡山行きは1番線から14時13分です。磐越西線普通列車の郡山行きは1番線から15時5分です。会津鉄道快速リレー140号会津田島行きは5番線から13時54分、会津ロマン星号会津田島行きは4番線から14時2分の発車です。本日は森戸ミストロマンの鉄道 SL 磐越物語号にご乗車くださいましてありがとうございました。皆様のまたのご乗車をスタッフ一同お待ちしております。Thank you for riding on 磐越物語。We are looking forward to seeing and seeing you again.それでは皆様、いってらっしゃいませ。